ゲームを解きたいなら、こうしてみて。九次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちは非常に長い間、人類を観察してきました。そして、地上に存在することがどれほど困難なことかを私たちは知っています。そして、あなた方の人生のあらゆる部分が、あなた方の成長するための最高の機会をもたらすように調整されていることを、私たちは知ってほしく思っています。そして、愛を選べば、必ずや成長できることを知ってほしくも思っています。世の中には、抑圧者が誰で、彼らが何をしているのかということについて多くの話題があることを私たちは知っています。私たちはすべての抑圧者がしていることは彼らの抑圧に直面しても皆さんには愛の存在である機会を与えることだと知っています。彼らの悪意は皆さんがゲームの次のレベルに進むためには、愛と思いやりと許しの一筋の光に凝縮された柱のような光で満たされる必要があるのです。皆さんが戦えば戦うほど、より多くの抑圧者が抵抗してくることになるでしょう。皆さんが彼らを愛し、許し、思いやりを持てば持つほど、彼らの大半が変わってゆくでしょう。あなた方が剣を捨て、愛の存在として自らを捧げるなら、彼らはあなた方の心の中の変化を反映して変化するのです。皆さんが自分の心の中という内側の世界に大きな変化をもたらすと、皆さんの周りの外側という外界、現実世界がすべて変化します。現在、人々はいつも罪なき人々のことを考え、もし私たちが戦わなかったら彼らはどうなるのだろう、と考えているのです。皆さんが自分自身を変えるなら、皆さんは現実の中で抑圧されている人々の数を含め、すべてを変えることになります。それゆえ、皆さんが奴隷にされている人々を解放したいと望むのであれば、皆さんが変わる必要があるということです。なぜなら、皆さんがこのような世界のすべてを想像しているからです。皆さんが成長し、進化し、無条件の愛である、皆さん自身の本当の姿、真我になるために、最大の機会がもたらされるように、皆さんがそうした想像をしているのです。あなた方は、抑圧されている人々、犠牲者、被害者、被虐待者の全般を含め、できる限り、大勢の多くの人々の役に立ちたいと思っていますか？でしたら、愛の存在の状態であってください。憎しみ、偏見、人種差別を吐露し、人と人とを分離させようとする、あらゆる意図を持った人々を見たら、愛のあり方でもって、その人々に、対応する必要があります。なぜなら、皆さんがその人の欠点や今までの悪辣な言動をつぶさにあげつらったところで、その人がいなくなるわけではないからです。
そうすることが彼らを晒せないことに気づいていますか？それどころか、代わりにもっと大勢の彼らのような類友が増え、より声高に、より多くの人々が彼らに不笑い道するのを見ることになり、インスタグラムやツイッターで彼らをフォローする者が増えて炎上します。そして、次のように言えるのが、あなた方である必要があるのです。自分はこのような憎悪に直面しても、私は愛である状態で過ごせる存在になります。私は恐れよりも愛を選びます。彼らが誰であれ、行動や心情がどうであれ、発言し続けている内容が何であれ、すべての人々に愛を放射します。愛の心からすべてを捉えることで、恐れなどネガティブなもののすべて包み込んで消化しますと、そうすれば皆さんは次の意識レベルに進めるようになります。そうすることで皆さんは取説のなかった 3D 地球のゲームやパズルを解いたことになるのです。皆さんは悪意ある邪悪を愛で包み込み、悪事を働く者に愛を与えることによって、悪なるものをエネルギー的に包み込んで、愛を浸透させて無効化することで乗り越えていくことでしょう。もちろん、何が悪かは人それぞれに定義が異なるものの、もし、皆さんが悪と定義するものがあるならば、そのような定義が皆さんの乗り越える学びなのです。それこそが自らに与えた魂の教育過程ということなのです。そして、許す必要のある対象とは自分自身であることもあるのです。自分の愛が一番必要なのは自分自身であることもあるのです。自分に対する本当の気持ちや自分が何をしてきたのか、自分はどんな人間だったのか、自分に正直になりましょう。なぜなら、それこそが自己を大切にして愛することと自己容赦、自己需要の境地に到達する唯一の方法だからです。そして、皆さんが自分自身にそうした自己を大切にして愛することと自己容赦をもたらしたなら、皆さんは他者にもそうした対応をする可能性が高くなります。つまりは、自分にそのように与えられるならば、他者にも与えられる傾向が強くなり、逆に他者に与えられるならば自分にも与えられる傾向が強くなるということなのです。それゆえに、そうしたことも忘れずに留め置いていてください。あなた方が他者のいずれかに、つまりそのような愛をとても必要としている人に、見返りを求めずに愛を与えるならば、絶えず自ら助くる者を助くという取り組みをもしていることになります。そしてそれはドミノ効果をもたらすでしょう。今度画面、画像でいつも心が揺らされるような引き金となっている人の顔を見たら、その人を愛すると決めるだけで、人間の集合体の全体に影響を与えることになります。皆さんは彼らが何をやっていようとも、そうした彼らに愛対して愛の心であり続けるでしょう。そして
自分自身をレベルアップさせ、最終的にはおのずと5次元に立っている自分に気づくことになります。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか。ではメッセージの中の注釈について解説しますね。悪なるものをエネルギー的に包み込んで、愛を浸透させて無効化することで乗り越えていくことでしょう。二極の陰陽を統合する人々が増えると、マトリックスが完全に崩壊させることができて、意識レベルの上昇とともに塞がれていた能力と英知と全ての記憶が戻ってきます。これが起こるように、創造主が待ったなしに速度を巻き上げて前倒しに物事を起こしています。目に見える外界はその速度についていっておらず、気づいている方々も多いと思いますが、神経のエネルギーの混乱状態を呈するため、揺らされないで過ごしてください。そして主要12地域のアーク DNA に代表される各星の古代母船の全軌道のためのエネルギー固定が始まりました。つまり物理地球に相当するチャクラが起動することになるので、人間のチャクラも全開&全起動することになります。ツインフレームの方々はお役目ですので、エネルギーを下ろす作業を特に取り組まれてください。いかがだったでしょうか。今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。また次の動画でお会いしましょう。